はい、お疲れ様でございます。はい、お疲れ様でございます。ダメでございます。最近あの歯が抜けてからなのかね、滑舌が特に悪い。はい、そんなもうなんか初老の鍋でございます。お疲れ様でございます。はい、ね、今日はあの、結果ちょっと販売不振にね、落ちてしまったというか、まあまた見る人によればなるべくしてなったっていう結末だったのかもしれませんけども、iPhone XR ね、思わず XR って言いたくなっちゃうんですけど、あれ 10R ですよね。はい、10R が、まあドコモさんではね、値引き開始かみたいなね、そんなような記事が出てましたね。はい、で私自体はですね、まあ、この今撮影してるの iPhone SE ですけども、キャリアは au ということでですね、まあ、特段その購入のきっかけには今のところなってないんですけども、まあドコモさんがねそうやって安く、提供するって話になるんであれば、その他のね大手キャリア2社も追従するのかななんて思って、ちょっと記事をね気になってこう読んではいました。はい、だから、au さんももしそうなったらちょっと私も買おうかなと思って、どれぐらいドコモさんは引くのかなと思って、見てみました。もちろんね、昨日一昨日あたりの記事だったでしょうかね、実質25,000円で買えるんじゃないかみたいな、すげえ大幅値引きっすよね。うん、元々の、販売価格がちょっと分かんないですけど、やっぱ10万ぐらいするのかな、8万とかするのかなね、それがなんかね25,000円ぐらいで買えるんじゃねえですかというような、お話でした。でね、25,000円かすげえなーと思って、25,000円で買えるんだったらね 10R がどっったらいいよねと思ったんですよ。まあまあまあ、もちろんね、なんかこういろいろあのなんとかプランとかね、あのなんとかサービスみたいのをね、にあの24ヶ月ぐらいちょっと加入してくださいとかっつって、そういうなんかね月額何百円みたいなやつにいくつか入んなきゃいけないんだろうなとは思ったんですけども、まあそれでもね、例えばトータルでどうでしょう、1000円分ぐらいのそういった月額プランに入ったとしたって24,000円でしかないから、まあ、5万円ぐらい。ね。と思えば、まあ、安いかなと思ったんですよ。で、結果5万ぐらいになるのかななんてね、思って、まあ、25,000円とかね、2万円台とかで買えるってことは、まあ、なかろうと、思ってたんですけども、昨日、今朝ぐらいから出た、記事によると、まあ、実はそのドコモさんの iPhone XR のその、まあ2万円台で買えます、2万5000円ぐらいで買えますみたいな話は、結局そのまあ本体代金と称しているものは、それぐらいで買えるっていう、まあそのなんていうの、購入明細みたいのを見たらそうなるんだけどいうことで、じゃあ何が、加わってくるかっていうと、ざっくり言うとなんか通信量が跳ね上がるみたいですね。うん。だから物代は下がるんだけど、通信量は跳ね上がりますよ。ということで、結果トントンぐらいみたいですね。うん。いくらっつったかな ?5万8000円って言ったかな。はい。なんかね、それぐらいだっていう話ですね。うん。だからね、まあ、結果そんな安くなってねえな、という感じになってますし、じゃあその通信料で、ねえ、まあ、さっきも言った通り、なんか月額プラン的なもので、こう上がっていくんだったら、まあ、その、もう固定で、ね、かかってくるお金なので、まあ、しょうがないか、っていう部分も出てくるんですけど、なんかね、ちょっと私も詳細まだ読み切ってないんですけども、なんか通信量で跳ね返ってくるっていうことになってくると、例えばそのデータにしても通話にしても、その使用量によっ
ってその跳ね上がり方も変わってくるんですかっていうね、そんなのもねちょっとなんか気になるところです。はい、まあそれがまあドコモさんのまあ今回のその値引きプランの真相、のようです。はい、概要としてね、ズバリでいくらならんのかなというのがね、なんか回りくどいっすよね。値引きになってんのかなってないのかがよくわかんないんで、じゃあ通信料そのままで例えば5万円なら5万円で売ってくれよとかって思っちゃうんですけどね、それじゃやっぱりなんか元が取れないというか、それじゃね、足りないっていう感じなのかなって、思いましたけども、まあソフトバンクさん au さんがね、あのどんな風な形で、この機種をね値引いてくるのかっていうのは非常に気になってくるところなんですけどもね、え本当にそれぐらいのお金で買えるんだったら買いたいですね。買いたい。あの娘もね、あのまだあの我々親が使っていた 5C をね、未だに使ってますよ。で女房がね前使ってた6かな、6も今空いてるんで、それにあのシム入れ替えてねデータ移行して、まあもう C はね、あの iTunes も使えないんで、まあデータ移行もクソもないんですけどもね、もう直接多分なんかそういう別売のライトニングにぶっ刺してこう USB メモリーみたいので、あのなんかね抜けるものだけ抜いて入れ替えね、その移行できるものは移行みたいな形でしか多分できないと思うんですけど、まあしたらって言うんですけどね、なんかなぜかなんか 5C でいいって言って、ね、使わないでいますけどもね。まあまあまあ、まあ、安ければ、まあ、娘用にね、まあいいか、まあいいかなって言ってもね、もったいないですけどもね。まあまあセブンとかの在庫があればね、セブンとか買ってお前それ使ったろみたいな感じしたいんですけどもね。まあ私自身もね、もうあの随分使いましたから、この SE もね、もう4インチが出ないんだったらしょうがない、どうしようかみたいなところでね、もういよいよあの iOS である必要もないかな、 Android でもいいのかなとかって思う部分もあるんですけども、まあそれぐらい安くなるんだったらなんて思ってね、気になってはいたんですけども、まあドコモさんについてはまあそういう、まあからくりっていうかね、まあそういうことだったと、内容がね、ということでですね、ああ本先輩のところが本先輩ね、はい、本先輩こちら、大道の銀霊ね、もういただいてますけども銀霊飲んでました。はい、まあ、これはいいよね、飲み味も、うまい、はい、まあうまいしか言ってないんですけどね、はい、ということでね、本日は、大道のねこの銀霊飲みながら、iPhone XR のね、値引きの、まあ真相というかね、概要というか、そんな話をねしてみました。あの気になった方、ちょっとこの動画のアップロードのだいぶ後になるかもしれませんけど、記事ねリンク貼れたらちょっと貼っときます。貼れなかったらごめんなさい。いろいろちょっと記事が出回ってきたんで、ちょっと検索すれば出てくると思います。はい、以上です。